マダム・トゥイドルが話してた像を調べてみよう。レベリオ、これがマダム・トゥイドルが話してた像か。壺を全部探せばいいのかな。レベリオ、残りはもう少ないはずだね。レベリオ、ほとんど終わり。あと一つだけ。やった。マダム・トゥイドルに何があったか報告しよう。今度は何をするの？マダム・トゥイドル、ご主人の言った通り、象がパズルの鍵でした。まあ、本当なの？ワクワクするわ。ええ、大きな壺をたくさん壊すことになったんですが、それが象にかかった魔法を発動させたみたいです。よくやったわね。頭の回転が速い人がそばにいるなんて懐かしい感覚よ。さあ、これで好奇心が満たされたわ。どうもありがとう。次の散歩では一体何が見つかるのかしら。象の予想が当たっていたと知ったら、きっと夫も大喜びよ。